世界一楽しいバスケ練習、今日も試合で使えるスキルがもり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 だくさん、頑張っていくぞ、レッツゴー。まずはインサイドアウトの手の操作。このインサイドアウトはスピードを生かして使えば効果抜群のスキル。では手のポイントを言っていくぜ。ドリブルをついてボールが腰の位置に来たら横にスライドをさせて一瞬中に入れる。これはインサイドアウトのインの動作。そこから勢いよくアウト、外にボールを持っていこう。この時によくある間違いが、ボールを逆の足まで引っ張って動作を大きくしてしまうこと。これをやってしまうとコントロールがめちゃめちゃ難しくなる。ほんの少し中に入れるだけで大丈夫。ういー、やべー、休憩入ってる。今日も喋りすぎること間違いなし、レッツゴー。次は左。左になると一気に難易度が上がるんだよね。でも右も左も同じようにドリブルをつけないと超うまいディフェンスに疲れた時に攻めれないとなってしまう。そうなるとプレータイムが減ってしまう。最初は難しくてもやればやるほど上手くなるから、一緒に頑張るぞ。あれれれ、半分より大きく中に入れてない？小さくコンパクトに。そうそうそう、小さくコンパクトに中に入れるよ。そこから外に持っていく。はい、休憩。最近 DM なので大輝コーチと一緒に練習できて楽しいなど嬉しいメッセージが届いて、大ちゃんもハッピーです。ありがとう。次はインサイドアウト足。さっきは手の動作どうやるんだったっけ？そうそうそう、半分でやめるんだよね。その半分でやめるインの時にボールと逆の足を、ここ大事だよ、連動させて斜め前に出す。このインサイドアウトは手も大事だけど足も超大事。よくある間違いが、手を先に入れてしまうとか足を先に出してしまう。このようにバラバラにやってしまうと絶対にうまくできない。手と足を同時に動かすんだ。はい、休憩。みんなに質問です。ででん、チームの練習は1週間に何回ありますか？コメント欄で教えてくれたらめちゃめちゃ嬉しいです。次は左。そう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 、手と足を連動ね。めっちゃええやん。自分の前に敵がいたら抜けない。だからインに反応させてディフェンスを動かした後アウトで抜く。イメージでやってね。みんな、もしインサイドアウトがマスターできたら次はディフェンスの前で使うのが大事だよ。ディフェンスの前で抜ける場合、スキルを出すタイミングを覚えないと試合で使えないから、たくさん失敗してたくさん学んで成長しよう。はい、休憩。いいねいいね、今日も楽しんでるね。楽しみながら上手くなれるって最高だぜ。それでは次も行ってみよう、レッツゴー。次はプルプルプルドリブルだ。1,2,3,4、 5回目に後ろに引く。しっかり足を引いて5回目後ろにドリブルをついたら一発で戻ってこよう。このドリブルを覚えたらディフェンスに止められてスペースがなくなった時にボールを守ることができるよ。なぜならボールを後ろに引くことでボールとディフェンスの位置関係がディフェンス、自分、ボールとなるから。ディフェンスに止められた後でもしっかり対応できるように最強の選手になろう。はい、休憩。みんな今日もめっちゃいい感じやん。しっかりポイントを頭に叩き込んで継続練習で上手くなろう、レッツゴー。次は左。ここで質問回答タイム。大輝コーチのスクールはどこでやってるんですか？答えていきます。高知県、香川県、愛媛県で毎週スクールを行っています。土日は全国様々なところに呼んでいただき出張スクールを行っているよ。おっと、もう一つ質問が届いています。息子は自主練を全くしません。どうしたらしてくれますか？そうですね、リビングにボールを置いてみるとか、お母さんがちょっとドリブル練習をしてみるとか、今の環境を少しだけ変えることで子供さんは大きく変化するかもしれません。やってみてください。次はクルリンパロールターンだ。 1,2,3,4 回目で回る。右でターンするときは右足を真横に持ってきてクルリンパ。左でターンするときは左足を真横に持ってきてクルリンパ。このターンをするときに手のひらが上を向いてしまうとダブルドリブルを取られてしまうから注意するんだ。ドリブルを強くついてボールをしっかり手のひらに密着させてコントロールターンをするんだ。おお、いいね。そうそうそう、ゲッツ。はい、休憩。ちょっと待ってくれ。もう半分以上終わってるじゃないか。これからちょっと難しくなるからしっかりついてきておくれ。次はクロスオーバーつま先タッチだ。ドリブルを落とす位置は真ん中、指先は下を向けたまま横に大きく振る。
この時にボールを高いところで離してしまうとボールと手が離れている時間が長くなる。つまりミスをする可能性が上がってしまう。できるだけ真ん中に近いところで落として手とボールが離れている時間を短くしよう。つま先タッチも忘れずにね。いいねいいね、ゴリラのようにウッホッホー。はい、休憩。さっきのクロスオーバーでコントロールできたらかなり幅の効いたチェンジができているって証拠。ディフェンスをスコ抜き確定だ。絶対マスターしね。次はジョルト8の字だ。ジョルトドリブルはどこでつくんだっけ。そう、指先で細かくタップタップするんだったよね。その細かいドリブルを意識して後ろからボールを入れていく。手を入れ替えるとき、できるだけつなぎ目の間が開かないようにすぐドリブルをついていこうぜ。あれれ、みんなドリブルがちょっと高くなってない？そう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 、細かくだよ。タップ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 、安西先生。タップ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 、安西先生。はい、休憩。いいねいいね、みんな確実にレベルアップしてるね。みんなが上手くなって大ちゃんめっちゃ嬉しいです。最高。ふぅ、次はポケットドロップレッグだ。むず。ポケットは自分のポケットに引く。ドロップは足を斜めチョキ。これを同時に行うよ。その次に足をスイッチさせてレッグをポンポンと2回行うよ。ポケットは手のひらが上を向かないように、ドロップの時はボールと同じ方の足が前。レッグをする時は素早く2回を繰り返そう。いいよいいよ、みんなめっちゃかっこええやん。そうそうそう、早くポンポン。ナイス。はい、休憩。みんなあと2つだよ。今日もここまで続けられてすごいね。あと2つノーミスクリア目指して頑張ろう。レッツゴー。次は V バックだ。 V の字は手のひらを返してドリブル。バックはお尻の真下に落とす。この時に頭が後ろに行ってしまうとかかと重心になってしまう。頭は前に残したまま素早くチェンジだ。おお、いいね。そうそうそう、 VV バック。みんなポイントを押さえてしっかりできてるね。ん？チェンジの幅が小さくなってない？そうそうそう、チェンジは横に大きく、ドリブルはしっかり強く、やっていこうぜ。ナイス。はい、休憩。あと一つだ。次はノーミスクリア。かなり難しいけど君なら絶対にできる。確実に上手くなってるから。ではラスト頑張りましょう。ラストはフロント ×2 バック ×2 だ。フロントは真ん中に落としながら横に大きく広く、バックはお尻の真下。できる人はこれも横に大きく広く。今日もここまで一緒に練習してくれてありがとう。大ちゃんはめちゃめちゃ嬉しいです。これからも世界一楽しい動画をたくさんあげるから、みんな楽しみに待っててね。あー、今日も終わりだ。3、2、1。ナイス。今日もよく頑張りました。花丸満点。